18歳高校生です。乙武さんはめちゃくちゃ性欲が強いみたいなタイトルの動画のコメント欄に、5体不満足、1本大満足というコメントを見つけて、1人で大爆笑してしまったのですが、僕の性格が悪すぎるのでしょうかちなみに僕は自分のミニ乙武に満足できていません。しかも乙武のくせに年中無休で恥ずかしいです。悔しいです。えっと、すいません。僕もあのそのコメント見て笑った派なんですけど、<laughs> あの、そうですよねあの。乙武さんの性欲の話、超面白いんですけど、 <laughs> あの、ほら、乙武さんにその性的な話を振る人ってあんまりいないじゃないですか。で、あの人、あの性格が悪いのとサービス精神旺盛なんで、どんな話でもちゃんと乗ってくれるんですよね。で、今日もあの Twitter で僕乙武さんに絡んだんですけど、なんかたまたま Twitter 開いたら、なんかその、 なんか、なんか、大事なことに気づいて、なんか今後の人生なんかちょっと変えていかなきゃいけないみたいな、ちょっとあの、かっこいいこと書いてたんですよ。で、それが30秒前とかだったんで、そのなんか、性欲を抑えるんですかみたいな、そのあの、高したことを書いたら、あの、ちゃんとこう、返答をくれるんですよね。なので、あの、サービス精神が旺盛で性格が悪いっていうね、なかなか面白い人なんで、はい。皆さあの、乙武さんの性欲に惹かれて、あの、いつも心に浮かべていただけるといいんじゃないかなと思います。